はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。まもなく12時半ですね。今25分ぐらいでございまして、28日1月も終わりです。もうあとね3日ですね。ほんまにね、早かったな。1月もほんまに行きましょう。これはですね、町村オンラインですね、1月28日今朝ですね、10時20分に出た社説でございます。文大統領は中国共産党を称賛、中国海軍は連日政界で圧力、政界って西の海って感じですね。なんか朝鮮半島のこう東側は東の海で東海で、西の海は政界と言いまして、まあ、国際的には黄海ですか、黄海ですか、黄色い海ですね。でも彼らは勝手に西海、政界と言ってます。前は行きましょう。ムン・ジェイン大統領は26日行われた中国の習近平国家主席との電話会談で、中国共産党創立100周年を心からお祝いすると述べた。中国外交部括弧勝利総統が明らかにした。習主席の強い領導の下で中国が貿易に成功し、貿易ってあれですね、貿易の益はあれ、疫病の益ですね、貿易に成功し、主要国の中で唯一プラス成長した国家になった。中国の国際的な地位と影響力は日々強まっている、などの考えも伝えた。完全に媚び売ってますね、このおっさん。ほんまに。中国共産党の決闘日を6ヶ月後に控えた今の時点から心からお祝いすると述べ、習主席を称賛した民主国家の指導者は世界で文大統領だけだと。中国の人権蹂躙と香港の民主化デモに対する弾圧を目の当たりにした世界は今、中国共産党体制への警戒心が非常に強まっている。しかも米国のバイデン政権がトランプ前政権による政策の中で唯一継承しているのが中国への圧力だと。まあ、以下うにゃうにゃ書いてあるんですけど、先頃ですね、アメリカの国務省はですね、中国がウイグルでやってることはジェノサイドだというふうに認定をしました。ジェノサイドっていうのはですね、まあ簡単にはホロコーストとよく似てる響きでございます。まあたくさんの方をですね、意思に逆らってですね、命を縮めたまうという行為でございますですね、まあ誠にこう人類に対する犯罪と言ってもいいわけです。それをやっているんだということをですね、アメリカの国務省がですね正式に発表したわけでして、そういう国のですね、そういうことをやっている主体である中国共産党の100周年の記念をですね心からお祝いすると言うてんのが、愉快なお隣さんのムン・ジェインというおっさんでございます。もうなんていうかこう KY にも程がありますよね。ムン大統領は中国共産党を称賛するのは昨日や今日の話ではない。ムン大統領は中国に行った際、中国から一途して冷たい態度を取られたにもかかわらず、中国を山の峰、韓国を小さい国と述べ、そんなこと言うてたと中国への夢に向けて進みたいと述べた。この方ね、何年か前に中国に行ってね、ものすごい冷たい遇され方をしてですね、同行したカメラマンボコボコに殴られてですね、警備員に半身不随になったという話ですけど、それでもですねこういうことはやめないんです。何を考えてるんでしょうねこれね。歴代お隣さんの大統領の中でもこう最悪に近いんではないでしょうかね。これ今はね政権取ってますんであんまりねキャンキャン言われませんけど、終わってみたらですね、ものすごくね振り返ってこのおっさんのやったことをして言うたことを振り返ると、ものすごいね愉快なお隣さんにとっては汚点ばっかりではないかなと思いますね。こんな人めったにいないですよ、ほんまに。ソウル大学の学生がね、前のパククネの時にね、パククネは歴代最悪の大統領や、最低の大統領やって非難デモしたんですけど、ここ何ヶ月か前にソウル大学の学生たちが、パククネさんすみません、私たちは間違ってました、あなたは最低ではなかった、最低がもっといました、それが今のムン・ジェインですというふうに声明を出したということがニュースになって伝わってきてましたけど、多分ねその通りなんですよ。歴代でこれほどですね愉快なお隣さんの国民的利益を毀損した大統領ってまあいないんちゃいますかね。でどん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 怪しい方向に持っていっているわけでして、ただね愉快なお隣さんの中には一定数これを支持する岩盤支持層ってのは3割から4割いると言われてまして、でメディアを全部抑えてるんですね。
全部で、まあ、ほとんどというべきかな、ほぼ抑えてますんで、いわゆる真実がですね、報道されていないっていうわけです。この朝鮮オンラインとか中央日報、かなり頑張ってはいるんですけど、彼らってね、対外的にはすぐに固まってしまうんですよ。だからその国際的な目でね、国際的客観的な目で自分たちを見るっていうことはかなり苦手な方々ではないかなというふうに私は思いますけどね。ですね、今その政界のではですね、中国海軍がですね、124度の海域、統計123から124度の海域に出没しているってですね、ペンニョン島のすぐ近くまでやってきているのだと、まあ要はあれですね、圧力を加えてきているわけですね。ここ3年の間に中国の軍用機による制海上の韓国の防空識別圏括弧 KADIZ への侵犯も60回以上に達している。韓国を無力化し制海全体を中国の海にすることを目指す制海工程だと、まあまあそんなこと書いてありますね。中国による韓国の主権への脅威に対して文大統領は抗議をしたとか懸念を示したことは一度もない。それどころか逆に中国の影響力が強まっていると称賛しているのです。まあ、2000年にわたってですね、まあ、中国の家来だったわけですね、簡単に言うと。中国の王朝から使いが来るとですね、朝鮮の王はですね、頭を地べたに9回こすりつけてですね、迎えたと言われています。まあ、その関係がですね、今に続いていると言っても過言ではないですね。そのくせ日本は足気にしてるわけですね。お前らみたいな、俺たちよりやばいやみたいな。その日本にですね、36年間支配されたわけですから、もうこれが悔しくてしょうがないって。それでですね、こう、彼らの精神を歪めてるわけですね。未だにだから中国の方が日本よりも偉いと。まあまあ、そういうところはありますけどね、部分的には、習主席が韓米首脳による最初の電話会談直前に文大統領と電話会談を行った理由など分かりきっている。米国の同盟国の中で韓国を最も弱い国と見ているからだと。あ、これなかなかええこと言いますね、朝鮮オンライン。そのため文大統領に同舟共済、同じ船に乗っていこうと語りかけたのだ。今北朝鮮の金正恩総書記は韓国を攻撃するミサイルを完成させ、習主席は制海を自分たちの内海にしようとしていると。まあ要はね、そうなんですよ。一番言うことを聞きやすいのは韓国なんですよ。で、しかもですね、韓国経済というのは中国経済に依存しています。中国に物を買っていただくということで成立しているようなところがあるわけでして、まあどうしても袖にはできないわけですね、愉快なお隣さん側からすると。で、そうでなくても一生懸命するよって言ってるわけですよ。それでね、習近平に国賓で来てって言ってるわけですよ。今ね、習近平を国賓で呼んだらね、世界からどういう目で見られるのかっていう、なんでそういうね、僕でも分かるようなことがね、お隣さんの大統領は分かってらっしゃらないんですよ。この KY ぶりってすごいですよ、ほんまに。びっくりしますよ。はい。最後に、大統領の顔色ばかり伺いながら、国ではなく出世と保身ばかりを優先する今の韓国軍の体質から考えると、このような疑いの念を拭い去ることはできない。あ、ちょっとその前に言いましょう。韓国は中国の許可がなければ軍事装備の搬入もできず、他国との同盟も結べない国になった。韓国海軍はすでに制海の中間線を放棄した可能性も考えられる。いや、情けないことになってますね。まあ、愉快なお隣さんとその向こうの大国との話なんでね、まあ、勝手にしいやという話なんですけど、ただまあ、従来、お隣さんは日本の防衛線の前衛だというふうに捉えていたんですね。その前衛がどうやらガラガラ崩れているというのは実態のようでございます。まあ、ですので今後ね、我々は他の国、愉快なお隣さんを同盟国というふうに見るのではなく、まあ、条約は残ってますけどね、ジーソミアっていう、同盟国として見るのではなく、潜在敵国というふうに考えるのが正解ではないかなと思いながら、この記事を読みました。これね、貼っときません。こういうのは貼るとちょっと一瞬があるんで、ね、貼りませんので、探してください。朝鮮オンラインの社説でございまして、今見ると多分上の方に来てると思います。社説、文大統領が中国共産党を称賛。中国海軍は連日制海で圧力という社説でございます。1月28日、10時20分に載ったということになっております。はい、皆さんどうもありがとうございました。